ライオアトゥルー、あなたは信じる巷に転がる都市伝説紹介チャンネル、どうも小池です。皆さん、突然なんですけども、今この地球上に人間は何人いるかご存知ですか？人口は年々増加しており、西暦1年、まあ言ったら西暦が始まった時ですよね。その時には世界人口はだいたい2億人というふうに言われてるそうなんです。そこから1000年をかけて3億人になった、言ったら1000年で1億人増えたっていうことなんですよ。じゃあねその1000年から2000年、今僕たちが生きてる時代ですよね。それで何人増加したか分かります？これがですね、76億人はもう突破してるんですね。えげつなくないですか？この1000年の間に76億人を突破するって異常な増え方だと思いませんか？実際都市部の方に行くと人が多いと、まあびっくりすることありますよね。僕も静岡出身なんですけども、田舎から都会に出た時ってすごい、そこら中のもうファーストフードとかにもめちゃくちゃ人だかりもできてて、僕の地元なんかマクドナルドとか並んだことないですけど、マクドナルド買うのですら30分待ったりとかってこともあるじゃないですか、混んでたらね。それもすごい信じられないんですけども、スクランブル交差点なんていつも人がうじゃうじゃいる。多分ね、僕の地元のね、街よりもね、人口多いんちゃうんかっていうぐらい渋谷ね、すごいです。肩がすぐぶつかり合うぐらいのね。日本だけじゃなく、外国なんかでも都市部は人口密度が高く問題が起きたりしています。実際日本での満員電車なんかは大きい問題の一つとまされているんですけども、まあ今日はね、何が言いたいかと言いますと、このね、著しい人口増加に対して、ある計画が秘密裏に動いていることをご存知でしょうか？今回はそんな人口増加に関連したある都市伝説についてご紹介しますね。もしかしたら近い未来、あなたの生活に関わってくるかもしれませんよ。そもそも、住む場所が限定されてる中で、まあ、パイがね、増えてったら、誰かをはみ出さなきゃいけないって、まあ、なるわけじゃないですか。まあ、そういうことの一つにね、人口が増えてきた時に粛清されるとか、まあ、今ちょっと言いにくいですけども、ウイルスができたりとか、何かそう厄災が起こる時っていうのは、そういうことの前触れみたいなことを、まあ、昔から言われてるそうなんですけども、今回は、まあ、人類も、まあ、ここまで科学も技術も発達して、黙っとくわけにはいかないんですよね。そこで、今、計画されてることが、テラフォーマーズ。まあ、テラフォーミングっていうのは聞いたことあると思うんですけども、まあ、漫画でも有名ですよね。まあ、わかりやすく言うと、火星移住化計画というふうに言われてるんですけども、テラフォーマーズでは、特殊な苔と改良したゴキブリを放ち、火星を人の住める環境にするという、まあ、計画を練られていました。その改良したゴキブリが特殊な進化を遂げて、人のような形になってしまって、まあ、火星を占拠。で、それを阻止するゴキブリ VS 人の戦いを、まあ、描いた作品なんですけども、そもそもね、なんで火星にゴキブリを送ったかって、覚えています？テラフォーマーズ読んだことある人はまあわかると思うんですけども、火星ってめちゃくちゃ寒いんですよ。だいたいマイナス56度というふうに言われてて、とてもまあ人間が住める環境じゃないんですよ。だからゴキブリって黒光りしてるじゃないですか。だから太陽の熱を黒が吸収して、まあだんだんとこの火星っていうのを温めようみたいな計画で、まあ送られちゃったわけですよね。じゃあこれどうやって人の住める形に、まあ計画が進められてるかってちょっと詳しく話しますね。まあさっきも言いましたように、このまま人口増加が増えていくと、国連は2050年までに人口が90億人を突破するというふうに算出しているそうです。新たな宇宙の土地を開拓し、そこで食料や水を調達すること、そのための第一歩として、まあ、火星移住化計画ということが、まあ、やっているんですけども、具体的にマーズワン計画というふうに言われます。2032年までに火星に人類初の居住地を作り、人を送ることを目的とする計画で、オランダの民間非営利団体が立ち上げた計画ということなんですよね。皆さん知ってましたか？マーズワン。このマーズワン計画は、to visit 訪れるではなく、to live 住むということを目的とした計画なので、完全な片道切符とされてるんですね。まあ行くはいいけども、住めます、暮らせます、でも地球には帰ってこれないということなんですね。まあそれはなぜかというと、火星に行くことは現代の技術でもまあ可能なんですけども、地球への帰還というのは極めて難しく、かつ膨大なコストがかかる。なので、マーズワン計画では火星に住む4人プラス片道分のロケット燃料だけで火星に行くことになるとされています。こんな誰も挑戦したことのないものすごいチャレンジにもかかわらず、なんと火星に住む宇宙飛行士を一般人から募っていたということなんですよね。
皆さんはどうですか。まだまだね先のような話にも聞こえますけども、実際そういうチャンスがあったら行ってみたいって思いますか。帰ってこれるんだったらいいんですけどね、戻ってこれないって最初から分かってるのに行くってなかなかですよね。マーズワン社は計画にかかる費用の60億ドルを寄付や商品販売およびドキュメンタリー制作やその他のコンテンツ制作の契約を通じて計画実行の資金をまあ調達しているということなんですけども、様々な視点から60億を集められる可能性限りなく少ないこととか、そもそも60億で計画を進められるのは不可能だというふうに指摘されているそこで、その計画自体もちょっとなんか怖いものがありますよね。今これを聞いてる人たちの中には、まあねちょっと地球で暮らしててもあんまり面白くないし、自分が火星に行けるんだったらちょっとやってみたいっていう人も中にはね、中には多分いるかもしれないんですけども、この約20万人の移住希望者が集まってるという中で倍率高そうですよね。ていうか20万人も集まったことがまずすごいですよね。ちなみにこの最初の4人が火星に到着するのは2031年をまあ予定していたのだが、マーズワン社はなんと2019年に破産、計画はまあ頓挫しているということなんですね。まあ、これに関してもちょっと都市伝説業界ではいろいろ言われてて、まあ単純に資金繰りができなくていけないとか技術的に無理ってこともあるんですけども、まあその一民間企業にねそんなことをやられたらってことで国の威信をかけてる部分もある国もあるから、ちょっと圧力で潰されたなんてこともちょっと言われてたりしますし、もっとちょっと怖い噂があるんですけども、やっぱ火星にはある程度の基地があったり違う文明がもう存在することはまあ NASA を知っていて、それがバレたくないからまあこの計画を頓挫させるように持っていったっていうのも実は聞いたことがあります。火星移住化計画その2、スペース X 社の火星100万人移住計画。こっちの方が多分有名じゃないですか。スペース X 社って言ったらね、かのイーロン・マスクがまあ立ち上げてるプロジェクトなんですけども、2060年代までに100万人を火星に移住するという大胆な計画を発表してます。まあイーロン・マスクなんかね、もうアメリカでもう超有名な、まあその辺のよくわかんない人が言ってるわけじゃなくて、すごい権威のある人が言ってるわけじゃないですか。こう大真面目にやっぱやってますからね。もともとスペース X は火星に人を送り込むことを目標にして、マスク氏が設立した会社なんですよね。だからもうそれ専用の会社なんですよ。まあスケジュールは遅れてるみたいなんですけども、巨大ロケットを打ち上げを予定していたり、火星に行くまでのエネルギーをソーラーパネルで補う計画を立ててたりして、着々と構想はもう固まっているということで、こちらもね進捗はねしっかり毎年あるらしいんですよね。だからこれほんまに実現するんじゃないかって言われてる一つですね。なんでイーロン・マスクはここまで火星に行くことにこだわってるかって、まあ、その理由があるんですけど、人類の未来は基本的に2つに1つです。多惑星に生きる種になり、宇宙を飛び回る文明人になるか、1つの惑星にしがみついたまま何らかの惨劇を経て絶滅に至るかということで、これだけ言われたらね前者の方がいいに決まってるんですけども、このまま地球に暮らしても人類は滅びるってまあまあ分かっているんでしょうね。そういうことでまあ外に飛び出そうということなんですね。昔ね大航海時代とかにもそうじゃないですか。今住んでる地域の資源がなくなったりするから、まあリスクを冒してでも違う土地に行って、そこで新しい資源とか移住をして、まあ、繁栄させていくっていうのが、その規模が宇宙になっただけで、人類っていうのは常にこういう繰り返しを経てるものなんじゃないかっていうまあ思うんですよ。でね、さっきも言ったように火星がね一番近いまあ地球からの惑星になるんですけども、とてもじゃないけどまだそこは住める環境下にないと。じゃあイーロン・マスクどうやってじゃあそこ人を住めるようにするかっていうと、本当にテラフォーマーズみたいにゴキブリと故郷を送るわけにはいかないじゃないですか。どうやってやるかって次のように述べてるんですよ。酸素はない、地球の温度は低い、水はない。これに対して火星に核爆弾を投下し、地下に閉じ込められる氷を全て蒸発させればいいと。むちゃくちゃですよね。ほんまにこんなことを机上の空論じゃなくていけるもんなんですか。ちょっと怖いですし、眉唾ものですよね。イーロン・マスクはスティーブ・ジョブズを超えると注目されていることもあり、アメリカでの人気は凄まじい。そうなんですよね。計画は無謀かつかなり野心的だが、今後の活動には注目ということなんですね。ちなみにね、この僕聞いた話によると、このイーロン・マスクが作ってるスペース X の計画に、まずねその火星に行く前のロケットよりもちっちゃめのねロケットで人が本当に運べるかどうかみたいなのを検証しながらもう社会貢献をしてるらしくて、その人が乗れるロケットであの地球上を飛び回ることがもし実験が成功して実用化されたら、ニューヨークから例えば東京とかどんな都市間でも30分以内に移動できる構想らしいんですよ。これってすごいですよね。今のぞみができて新幹線ね、で次リニアの時代が来るって言われてるじゃないですか。それでも東京大阪間を1時間以内に行けるってすごいことなんですけども、それが世界に対して30分1時間でどこでも
行けるっていうのはすごいことですよね。だから火星にはまあ行けなくても、まあ、せめてそういう時代が僕らの生きてる時代に来たら面白いなっていうふうには思いますね。じゃあ次最後、火星移住化計画の最後、ペガサスプロジェクトっていうんですけど、名前はちょっとかっこいいですよね。これね、なんとね、アメリカ政府の超極秘計画とされていて、まあ、ペガサスプロジェクトって言うんですけど、この計画はテレポーテーション、まあ、いわゆる瞬間移動ね、技術を使って人間が火星の探査活動や移住を進めるという計画なんですって。まあ、突然うさんくさくなったって思うじゃないですか。だがしかし、この計画に対して様々な意見が集まってるそうです。紹介しますね。 NASA の元女性職員ジャッキーさんの証言。もう NASA の人ですからね。1979年 NASA に勤めていたというジャッキーさん、彼女は NASA の火星探査機バイキングから送られてくるデータを管理をしてたそうです。そのデータになんと2人の人間の姿を目撃したと言われてますね。その2人は当時の NASA の宇宙服と違って化学防護服のようなものを着用。その後探査機から中継が途切れてしまい、そのトラブルを上司に報告すると、先ほどまでいた部屋に鍵がかけられ、中に入ることができなくなってしまいました。やっぱり彼女は見ちゃいけないものを見たんですかね。彼女曰く、居合わせた職員も人間の姿を目撃したと言ってるそうなんで、一人がね、見間違えたってことはちょっと考えにくいそうなんですけど、これが事実だとしたらちょっととんでもないことじゃないですか。実際ね、NASA からの月の裏側の写真とか、火星の写真とか、まあ、最近だったらカッシーニの土星の写真とか、見ますけど、あれも結局見せられてるだけで本当かどうかわかんないですもんね。僕らが行って確かめたわけじゃないから、これが土星です、月の裏側です、火星ですって言われたら、信じざるを得ない。もうそのこの辺からしても情報操作は始まってるのかもしれないですよね。次に環境生態学者アンドリュー・バシアゴさんの証言。彼は火星にテレポートしたと公言している男性なんですって。なんとバシアゴ氏は2016年のアメリカ大統領選にも立候補しており、社会的にも信頼されている人物なんですね。彼は1960年代後半から1970年代前半にかけてタイムトラベルやテレポーテーションを体験し、40回ほど火星に行ったというふうに言っておられそうですね。まあ、なんとその時には若かりし日のオバマ前大統領もいたとか、すごいことだと思いませんか。さらにね、ペガサスプロジェクトの任務の一つとしてタイムトラベルを経験していると、リンカーン大統領の有名な演説の会場に居合わせたそうで、1972年から1863年にタイムトラベルしてると。すごいですよね。過去にタイムスリップして写真に残って現代にでまたそれを証明するって、まさにバックトゥザフューチャーみたいな世界になってくるわけじゃないですか。続いてまたすごい権威のある人の証言ですよ。第34代アメリカ大統領アイゼンハワーの孫娘さんです。ローラ・マグダーリン・アイゼンハワーさんの証言。 CIA 施設内になる通称ジャンプルームっていうのがあるんですって。そのジャンプルームからテレポンテーションすると火星までたった20本で到着すると。もうこれほんまやったらイーロン・マスクのスペース X 計画いらんと思うけどね。ちなみに現在の技術では火星に到着までに7ヶ月かかるとされています。その速さからしても凄まじいことですよね。火星で17年過ごしたというキャプテン K さんの証言。めちゃくちゃ証言してくれる人いるよね。さらに地球防衛軍として職務に当たっていたという人物も飛び出しています。それがキャプテン K さんなんだけど、彼はエイリアンと戦ったと証言しています。自分はその生き残りっていう風に言ってるんですけども、ちょっと怪しくなってきますよね。彼が言うにはエイリは2種類、まあ、存在していると。エイリアンとの戦争が起き、1000人もの軍人が死亡してしまったことなどを話しているそうで、果たしてこのケイさんの証言は本当なのか、この先火星の探索が進めば徐々に明らかになってくるのかもしれませんと。まあね、こうやって地球から一番近い惑星火星に目が向けられているっていうのは、今このタイミングでたまたまなんですかね。やっぱちょっと前までは月っていうものがすごく神秘的で、小安田でも月の存在をね、どの有名なアニメでも月をまあ題材にしてたシーンが出てくるので、これは何かあるんじゃないかっていう考察動画を出したんですけど、まあ、よかったら見てください。同じようにね、地球の隣にある火星に対してもなんでこんなに人っていうのは神秘的に昔から思うんでしょうね。大体宇宙人って言ったら我々は火星人だっていうね、こういうやつあるじゃないですか。あれも大体火星人ってみんな言うわけじゃないですか。だからどこか僕たちの古い先祖は火星から来てて、その意識があるのかもしれませんし、まあ、これからね、分かってくることを楽しみに待ちましょう。さらにね、都市伝説的に言ったら、もう火星人や異星人っていうのはあなたの目の前に身近に存在しているということも出てるそうで、信じるか信じないかはあなた次第です。今日の鳥肌スコアは7。7ヶ月もちょっと宇宙空間にいたらめっちゃ暇よね。鳥肌ポイントは、片道切符は最悪です。
喉が枯れてきました。それではご視聴ありがとうございました。深夜に白い人が出るんだっていう、まあ噂らしくて、まあこれ結構有名だと、まあ誰もいねえよ言われた気がして振り返ったら誰もいなかった。この会社では代々そういうことが当たり前に起こる